明日は朝晩と日中の気温差に注意が必要です。こちらは明日の朝の天気図になります。日本付近は高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多くなります。ただこの晴れるために朝は放射冷却現象で気温が下がります。気温の予想を見ていきますと、左側、こちら右側が朝6時の気温、そしてこの左側が14時の気温となっていますが、明日の朝はこの20度以下の黄色の表示、そして15度以下の緑の表示が広く西日本から東日本にかけて広がっています。一方で日中14時になりますと、このピンク色の25度以上の表示が西日本を中心に広がっています。日中はかなり気温が上がってきます。具体的な数字で見ていきますと、こちら日中と朝晩の気温の差が大きくなります。金沢を見てみますと、最低気温は16度、最高気温は26度ということで、1日の中の気温差が10度以上となります。そして北日本方面はさらに気温差が大きくなりまして、1日の気温差が15度近くになるところもあります。明日は日中こう過ごしやすい体感となりますが、朝晩は冷えますので、うまく服装などで体調を調節するようにしてください。